関東一涼しい茨城県北茨城市には何があるのか。著名な芸術家らが愛したという自然豊かな町を目覚まし8が取材すると、分かるわ、冷気を感じます。熱気どころか冷気、灼熱の都心とは全く違う光景が広がっていました。こう足の裏が熱いという感覚は全くなくて、しっかり足の裏をつけて歩くことができるぐらいの、温度になっています。涼しげな観光名所を回った後は、おいしそう。夏だというのに熱々の絶品料理。記録的な暑さが続く日本列島、都内から移住してきた人たちにも取材しました。あちら見てみますと山が見えますね。そして反対側見てみますと海が見えます。非常に自然豊かな土地になっています。そして今私すごく、涼しく感じるんですが、手元の温度計見てみますと 27.9 度と表示されています。30度下回ってますね。山に海、大自然に囲まれた北茨城市、関東地方の北の端にあり、人口は4万人ほど。昨日の最高気温は 29.9 度、最高気温 33.7 度の東京から直線距離で150キロ、隠れた避暑地として注目されています。海沿いには関東の松島とも称される伊豆良海岸、そのそびえ立つ岩の先端には近代日本美術の発展に尽力した岡倉天心が建てた六角堂があります。こちら北茨城市内の海水浴場に来てみたんですが、海辺に来ますと街中よりも風があってさらに体感涼しく感じます。今月21日に海開きを迎える磯原二つ島海水浴場。私今砂浜を裸足で歩いているんですが、こう足の裏が熱いという感覚は全くなくて、普通にこう地面にしっかり足の裏をつけて歩くことができるぐらいの、温度になっています。その水温は少し冷たさを感じる23度。そもそもなぜ北茨城市は涼しいのでしょうか。茨城大学の若月准教授によると、寒流親潮の影響で海面水温が低く、涼しい海風が流れ込んでくるというのです。さらに海だけではなく、こちら麓から30分ほど歩いてきたんですが、渓谷沿いということもあり空気が違いますね。とても涼しいです。川と緑に囲まれたこの場所は花園渓谷。下に降りるとさらに涼しく、川のマイナス4も感じます。水はとても冷たく、川からは冷気を感じます。夏の関東地方とは思えない涼しさ。さらに渓谷の奥に足を向けると、こちら滝流れてますね。手元の気温計では24度を指していますが、川からの冷気でより涼しく感じます。そんな北茨城市を訪れた人たちが楽しみにしていたのが、はい、どうぞ。顔は出ない、声も出ない。美味しそう。なんと
夏なのに鍋料理。あんこの野郎だからやっぱあんこの鍋を食べないと。あんこう鍋は旅館の定番メニュー。北茨城市は全国有数のあんこうの水揚げを誇り、あんこう鍋の発祥の地と言われているんです。こちらの旅館では冬が旬のあんこう鍋を一年中楽しむことができ、夏でも大人気だそうです。そんな熱々の名物をいただくと、うん、おいしい。あんこ全く臭みがなく、このあん肝の入ったスープとよく合いますね。あんこの身プリプリですね。さらにこちらの旅館ではあんこう鍋のスープをベースにした熱々のあん肝ラーメンも楽しむことができます。そして食後に楽しみたいあんこうの形をしたフルーツ大福に、賞味期限わずか4時間のプリンも。どちらもあんこうから抽出したコラーゲンが入っているんです。いただきます。いちごの酸味と生クリームとあんこの甘さが絶妙にマッチしています。あんこうの風味は感じないですね。お肌にはいいので、女性に喜んでもらえるスイーツができたかなと思います。はい。これまでは観光地として注目されてきた北茨城市ですが、最近ではこんな人たちも。夏は暑くてもうエアコン代もちょっとバカにならないから、もうそうやって通年涼しいところにちょっと住んでみたいんだっていうお問い合わせでした。問い合わせ自体はまあ大体100とかそこら辺の数字まではやっぱり来ておりますね。夏の暑さを避けるために移住先に検討する人も増えているといいます。はいはい、その暮らしは。失礼します。土間兼リビングみたいな感じです。はい、こちらが、はい、土間兼リビング。はい、移住したのもうね、7年前かな、東京からですね。北茨城市内の一軒家で暮らす石渡さん夫婦。芸術関係の仕事をしていて、7年前に都内から移住してきました。寝苦しい夜っていうのは少ない気がします。はい、東京はやっぱりクーラーがないと眠れない日が多かったんで。夏は涼しく暮らしやすいというこの地での暮らし。いくつだったんですか？昨日午後7時、部屋の中はサーモカメラで青くなる部分もあるなど快適に見えます。しかし今年は、今年あまりにも暑すぎて、クーラー買いました。やむを得ずクーラーを購入したといいます。今月10日間の最高気温は月平均最高気温の 27.0 度を毎日上回っているのです。8月の終わりまでこれ続いたらやばいなみたいな、仕事できないなみたいな。関東地方で一番涼しいし、北茨城にも迫るこれまでにないような異常な暑さ。今日も全国的な猛暑は続くのでしょうか。